はい、どうも、私です。この動画、日照簿記2級の学習を念頭に置いたものなんですけども、今回は税効果会計の準備としてですね、課税所得の算定といったところを見ていこうかなというふうに思います。動画の論点としてはですね、勉強している簿記、こちらはある程度皆さん理解しているというか、イメージは持っていると思うんですけども、それとは別に税金の計算の世界があるんだよといったところをまずお話しします。で、その上で、世界が違うのであれば、当然ズレありますよねというところで、簿記と税金のズレ、どういった時に生じるのかなっていった概略を説明していこうかと。そして最後に、少し具体的に税金の計算をするときにですね、課税所得と言われているものを計算していくんです。その計算を少し見ていこうかなということになります。じゃあ具体的に見ていきましょう。まずは簿記の世界と税金の世界の2つがあるんだっていったところを見ていきましょう。こちらに上がっているのは簿記の世界、いわゆる損益計算書になっていて、収益から費用を引いて会社の儲けである当期純利益を計算するんですよね。で、それに対して、国税庁というか国がですね、かなり前、昔ですけども、どうしようかな、独自に税金の計算一から考えていこうかな、あれちょっと待って、簿記っていうものが会社それぞれやっていて、独自に会社の儲け計算してるらしいぞということになってですね、あれ使おうよという話になったわけです。つまり税引き前の当期純利益という会社の儲けを基本に、それにプラスマイナス加減算して税金を計算する際の儲けである所得を計算しようと、基本的にはこれに税率をかけて実際に払ってもらう税金計算しようよという話になったわけです。そこで簿記の世界を参考にしつつも、それとは違う税金の世界があって、でそこで収益に似たような益金、これ収益にプラスマイナス加減算して益金を計算する、費用にプラスマイナスして損金というものを計算して、この差額でいわゆる税金の世界の儲けである所得を計算する、この所得に税率をかけて納税額を計算しようっていう話になったんです。改めて簿記の世界の当期純利益と税金の世界の所得って似てはいるけど違うんだよ、つまり簿記の世界と税金の世界って2つ世界があるんだよっていうところをまずは押さえてみてください。簿記と税金の世界の目的というのは全く違うわけじゃないんですけども、微妙に違っています。簿記の世界というのは会社の業績、パフォーマンス、どうしたら利益で表現できるだろうか、そういった観点から計算されていますけども、税金の世界というのは国が民間の企業からお金を徴収するわけですよね。ですので不公平があってはいけない、どういう金額を算定したら平等に税金徴収できるだろうか、そういった観点で計算されていますので、随所にこの簿記と税金の違いというのが出てきます。日照簿記2級ではですね、引当金とか減価償却費、あるいは受取配当金、こういった論点がポイントになってきます。まず引当金繰り入れ、これ貸倒引当金とか商用引当金とかありましたよね。あとは減価償却費、定額法、定率法、いろんな方法で固定資産の価値の減少を記録するといったものでした。簿記の世界では会社のパフォーマンスを計算する上で、どれだけ売掛金将来なくなるかな、固定資産どれだけ使って減価するかな、そういった観点から計算されていたんですけども、税金の世界ではこれ見積もりですよね。こういう費用の数字、所得を計算する時のマイナスになりますので、損金が不必要に多額っていう状況は所得を減らします。所得が減ると納税される税金の金額も減少するっていうことになりますので、ちょっとね、税金を徴収する側からするとなるべく引当金繰り入れとか減価償却費認めたくはないというところになりますよね。ここでズレが生じるっていうことになります。他方で少し違う理由から簿記と税金の違いを生むのが受取配当金になります。これ簿記の世界で受取配当金というのは、皆さんの会社が別の会社の株式を持っていて、
その別の会社が儲け上げたから配当ですよと言って皆さんの会社に配当金を支払ったと。まあ簿記の世界ではこれって儲けだよね、株式持ってることによって得した部分だよねということで収益を記録します。で他方で税金の世界ではこの受取配当金を支払った会社が、まあ、配当つまり儲けの計算をしたときにすでに法人税という形でその金額に税金課されちゃっているわけです。つまり課税されているんですね。でこの課税された後の儲けを、まあ、皆さんは受取配当金という形でもらうわけです。つまり1回税金課されているのでまた配当金受け取った時に税金課されたら二重課税になるよねということで、これ皆さん受け取った時には配当金をこれ課税されないんです。ですので税金の計算の世界では受け取り配当金というのは儲け、つまり益金には入れないということになります。簿記の世界ではそんなことを考えずになんかお金もらったよね、それ収益っていうふうに計算するんですけども、税金の世界ではその支払った相手税金払ってるからこの受け取り配当金は計算対象外ですよということでズレが生じるっていうことになります。このズレを説明するときにこの以下の4つの言葉が出てくることがありますのでちょっとイメージできるようにしておいてくださいね。でポイントはこの4つの言葉というのは税金の世界から見た言葉なんですよというところを押さえておいてください。先ほど会計の世界の利益の計算プラスマイナスして税金の計算をするって話しましたよね。税金の世界から見たときに益金参入というのは簿記の世界では収益じゃないんですけど益金に参入するものがありますよっていう話になります。それに対して損益不参入というのは簿記の世界では費用なんですけどそれを税金の世界では損金には参入しないですよという話になって、これらの2つは簿記の利益と比べて所得が増加するということになります。益金参入というのは会計の世界で収益じゃないものを益金、税金の世界の儲けに参入するというので所得増えますよね。損金不参入というのは会計の世界では簿記の世界では費用なんですけどそれ税金の世界の損にはしないよということなのでやっぱり所得が増加するということになります。所得が増えれば当然それに税率かけた納税額が増えるということになります。言い過ぎかもしれませんけども国税庁にとっては望ましい状況かもしれませんね。他方で益金不参入というのは簿記の世界では収益なんですけどもそれ税金の世界の儲けとはしないというものになります。他方で損金参入というのは簿記の世界では費用じゃないものを税金の世界の損金として加算するということになりますのでこれらの2つは結果として税金の世界の儲けが減少する、したがってそれに税率をかけた納税額が減るということですので国税庁としてはちょっと嫌な状況になっているようなイメージになります。簿記の世界では儲けだよって言ったものを税金の世界で儲けとしないので当然所得減少しますよね。また会計簿記では費用ではないものを税金の世界でマイナスっていうふうにやるのでやっぱり所得が減少して納税額が減るといった状況になります。まあ、先ほど出てきた日照簿記2級で出やすい論点貸取引当金繰り入れとか減価償却費というのは損金不参入のケースになります。そうですよね、会計簿記では費用にしてるんですけど税金の世界のマイナスにはしないので結局所得が増加して納税額が増える、つまり税金の支払いが会計の世界と比べて簿記の世界と比べて増えるということになります。他方で受取配当金のケースというのは益金不参入のケースになります。会計簿記では収益なんですけど税金の世界では儲けとしない、だからその分会計と比べて
簿記と比べて所得が減少していくんですよというところをイメージできるようにしておくといいかなというふうに思います。この税金と簿記の世界のズレなんですけども、大雑把に2つに分かれます。そのうちの1つはそのズレが永久に埋まらないものという意味で永久差異という言葉で表現されるものになります。でもう1つはそのズレが一時的なもの、どっかでずれて、どっかで解消していくようなもの、これ一時差異というふうに言います。で特にこの後勉強する税効果会計で決定的に重要なのがこの一時差異ということになります。永久差異というのはズレが埋まらないのでもうしょうがないよねといったイメージでいいです。それに対して一時的なズレだったらそれちょっと修正しようよっていうお話になりますので、税効果会計の対象はこの一時差異にあるんだというところを押さえてください。その具体例見ていきましょう。一時的なズレ、一時差異の、ズレが生じた時とそのズレが解消される時ですね。発生と解消があるから一時的なズレと表現されるわけです。具体的には以下のようなイメージを持つようにしてみてください。まず最初に簿記の世界では売掛金があって100円あって、あれこれひょっとしたら来年あたり全部貸し倒れちゃうかもしれないね、だから事前に予測ですよ、見積もりでしかないんだけど貸し倒れ引当金繰り入れという形で費用を記録したとしましょう。で他方で税金の世界では、あそういうの見積もりでしかないよね、で実際に貸し倒れてるわけではないよね、ですからそういうものは費用かもしれないけど損金には入れませんよという話だったとしましょう。そうすると、これだけ考えると簿記の世界では費用が100円出てきますよね。ここ100円計上したので、それに対して税金の世界では損金ゼロですので費用がゼロということになります。あえて費用という言葉を使っておきますけどね、実際の税金の世界ではいわゆる損金がゼロということになります。でこの1期が過ぎて2期目になりました。企業が予想した通り貸し倒れが発生して売掛金100円がなくなってしまったという状況を考えましょう。簿記の世界ではすでに引当金を記録しています。引当金を記録していて実際にそれを取り崩すということになりますので費用の計算ゼロということになります。仕分けピンと来ない人は少し動画止めて考えてみてくださいね。で他方で税金の世界ではこの段階で貸し倒れが発生して売掛金がなくなったのは見積もりでなく事実になりますよね。でこの段階で初めて損金100円というものを記録するということになります。こうなると簿記の世界では費用ゼロです。貸し倒れ引当金をマイナスすることによってこの第2期に費用は記録されないということになりますよね。他方で税金の世界ではここで初めて損金を計算するので、税金の世界のマイナスが100円ということになります。そうするとこの第1期の段階のここでズレがあるんですけども、2期の段階でそのズレが解消されているところ分かりますか？1期の段階では簿記の方が費用を記録します、マイナスを記録しますよね。で2期目の段階で今度は税金の方が費用を計算するので、いずれの世界も費用マイナスが100円になってくるよという話になります。1期でズレが発生します。1期でズレが発生するんですけど、そのズレが解消していくっていうところを押さえてみてください。課税所得計算してみましょう。実効税率って書いてありますけども、これ単純に税率というふうに考えてください。税率つまり儲け、所得に対して 30% の税金を課すんだね、その理解で十分です。まず1期の決算時に記録した貸し倒れ引当金繰り入れ額、これ費用ですね。会計上簿記上で費用になる金額、これは税法では認められなかった、つまりマイナスとは認められなかったというお話になってきます。税引き前当期純利益は200円ということですね。課税所得というのは税金の世界から見た計算ということになりますけども、最初に確認したように会計簿記上の利益にプラスマイナスして
税金の所得を計算するという流れありましたよね。まあ、ですので考え方としては、まずは簿記の世界、税引き前当期純利益が200円なんですねと、計算のスタートはこの簿記の世界の数字になってきます。でこの200円を計算するときに、貸倒引当金繰入100というのはこれマイナスされていたんですよね。貸倒引当金繰入って費用ですから、その計算でマイナスされた結果200円という数字計算されていたんですけども、それが税法の世界、税金の計算では認められないということになりましたので、そのマイナス分を足し戻している、結果として所得が300円になって、この300円に 0.3 つまり 30% をかけて90円という数字が出されたっていうところを確認してみてください。税金の世界では損金認められなかったんだと、損金不算入のケースになってきます。その上で2番×2期、次の年ですね、まあ、上記の貸出引当金繰入100について税法上損金扱いになりましたよと。でこの時第2期の税引き前当期純利益も200円だったというふうにしましょうという問題になります。改めて税引き前当期純利益200円を計算した時に、この貸出引当金繰入の金額は関係ないですね。まあ、なぜならこの貸出引当金繰入れは第1期で費用になっていますので、第2期では費用にはなっていないんです。ところがこれ簿記の世界では儲け200円なんですけども、税法の世界ではこの100円が、前期では認められなかったこの100円がマイナスとして計算していいですよということになりましたので、この税引き前当期純利益の200円から税金の世界ではマイナス100円をして課税所得100円を計算する、その 30% をかけて30円という納税額が計算されたということになります。貸出引当金繰入れ相当の100のこのズレが1期で生じて2期目で解消しているところ、大雑把でもいいのでイメージつくようにしておくと、この後の税効果会計の問題理解しやすくなるので頑張ってみてください。